マサキは国鉄青函航路の客はじめ車両と線で青函連絡船のマサキとしては2代目であった。青函航路では1960年代前半になってもなお、その主力は戦中戦後の混乱期に建造された船質の良くない戦時標準船、またはそれに準じる船であった。マサキはそれらの代替と輸送力増強を目的に建造された。 津軽丸型客、はじめ車両都線の第3線で、姉妹線には、津軽丸、八甲田丸、大雪丸、魔舟丸、陽亭丸、戸和田丸があった。参照津軽丸型第3線として、第1線の津軽丸が、まだ建造中の1964年2月29日、函館ドックで寄港、同年10月31日に竣工し、同年12月1日就航した。 本線を含む津軽丸型は、東山丸事件を及び向こう連絡線死雲丸事件を教訓とし、その安全性には格段の配慮を持って設計された。東山丸台風時の大波でも、車両甲板上に海水が侵入しないよう、車両甲板線美海後部への水密扉装備は、もちろんのこと、死雲丸事件のように他線に衝突されても、 車両パ板下の船体を12枚の水密隔壁で13区画に分けることで、隣接する2区画への浸水では沈まない構造とし、さらに船体中央部の5区画では、船底だけでなく、側面もヒーリングタンク等で二重構造とした。車両都線では、積載車両数確保のため、車両甲板中央部に、一般商船のような大きな吹き抜けの機関室、囲い壁を設けることができず、 機関室の天井高さは車両間パンカまでに制限された。青森函館間を従来の一石一日に往復から2.5往復にして運行効率を上げるため、高快速力を従来の14.5ノットから18.2ノットに上げる必要があった。そのため、天井の低い機関室に余裕を持って収まる背の低い中速ディーゼルエンジン8台を主機械として 搭載し、在来線の2倍以上の高出力化を実現し、さらに通常は、主機械6台程度の稼働で、定時運行可能であったため、運行中にも、機関整備ができ、そのための休行は、不要となった。これら主機械は、自動負荷分担装置により、船の加減速等による負荷変動に関わらず、毎分750回転を維持しつつ、負荷が、 各式会に均等にかかるよう個別に燃料噴射量が自動調節された。推進装置には当時日本最大の可変ピッチプロペラを2機装備し、戦速にかかわらず常時毎分217.5回転で互いに回転した。選手推薦下には横方向に水力を発生するやはり当時日本最大の可変ピッチプロペラ式バウスラスターを装備し、 これらの翼角を操舵室から遠隔操縦することで全行進水力を素早くコントロールできただけでなく火事の効かない低速時も容易に選手を回答できたため強烈な構内でも迅速に離着岸できたこの高速性能と構内での高い操船性能により青森函館間を3時間50分で結び1日2.5往復運航できたさらに 船体の大型化により、当時の国鉄連絡船としては、最多となるワムカンさん48両の車両を積載した上、従来の車載客船に迫る1200名の旅客を搭乗させることができたが、当時の世界最先端の自動化、遠隔操縦機器を取り入れたため、運航定員は従来の車載客船の半分以下の53名となった。このような当時としては、 画期的な高性能線の連続建造三隻目で、先行建造船の使用実績をフィードバックする時間的余裕もなく、装備機器の開発、選定、装備作業は未だ試行錯誤の段階であった。その結果、津軽丸型の各船では、装備機器の使用が異なってしまった例が少なくなかった。特に元船では、継線機械に、その後の静管連絡船の標準となった、 東洋電気製造製ではなく、ただ一隻川崎重工製が採用され、同様に推進用可変ピッチプロペラにも川崎、エッシャーウイス式が採用され、ヒーリングポンプに、油圧モーター駆動の可逆転固定ピッチプロペラを用いるなど、第一線の津軽丸と元船の二隻は、他の五隻との差異が大きく、そのため保守管理面に難があり、これが18年の対応年数での早々の引退に、 つながった。津軽丸型各船の塗装色は当初建造する造船所に一任されており、本船は初代とはマルと全く同じ。外原状部が増月色、外原下部が浅い緑色で工事が進められたが、竣工直前に外原下部を緑色に塗り替えられて就航した。煙突の形はもちろん津軽丸型多船と同一であったが、塗装は 白鉢巻なしの薄いピンク色一式の煙突にファンネルマークのジュニアマークを貼り付けるという初代とダマ丸の煙突の項をジュニアに変更しただけのようなデザインであった。また、ジュニアマークの重横比もこのデザインの煙突への収まりを考慮して1.75、8と先行の2席より天地方向を拡大していた。就行後、まず外玄上部が乳白色に変更され、 さらに1969年12月には、外弦下部色が、発光田丸の心臓地塗装と同じ、薄緑色に変更され、同時に煙突も白鉢巻付きの外弦下部と同色となった。後部煙突剣マストは、心臓はすべて銀色であったが、1971年までに、上半分が灰色に塗装された。その後の足取り等は不明であった。 しかし1986年5月にアジア平和の船で北朝鮮を訪問した者が元山で津軽丸型の船舶を目撃し撮影した。現地では元山のほとか間で運航されていると説明を受けたとのこと。撮影者が翌1987年に函館定期で開催された写真展にその写真を出品したところ行方不明になっていた正木丸と判明した。 ありがとうございます。